白金回路株式会社は大阪府大阪市西区に本社を置く回路や医療健康関連製品などの製品を製造販売する企業である。1923年創業。創業から今日まで90年以上にわたって発売され続ける白金回路の発売元としてその名を広く知られる。またその技術力の高さから海外へも広く輸出されており、 蓋に開けられた孔雀の型の通気口の形からピーコックポケットウォーマーの名で販売されている。その他にもプラチナギヌなる人体の関節用ウォーマーも製造を販売している。白金回路は注油したベンジンをプラチナ触媒で触媒燃焼させることで発熱保温させる原理であるためクリーンな発熱システムと省エネルギー再利用ができエコの観点から注目されている。 また使い捨て回路の13倍の熱量を発生するので、雪山登山やウィンタースポーツに適している。大正末期、創業者の的場仁志氏が、イギリスのプラチナ触媒式ライターを参考に、プラチナの触媒作用を利用して気化したベンジンをゆっくりと酸化発熱させる回路を独自に発明し、1923年に白金回路の商品名で発売した。 実ッライターの登場より9年先駆けた登場で、富裕層向けの回路や、北市、満州などを寒冷地帯に駐留する兵士の遺門品、南極観測隊の常備品などとして広くその名が知られた。白金回路の発熱作用は燃焼とは異なるため、原理上は気発油を用いる、来年期間の余熱にも利用ができる。実際に戦前に満州に駐留する日本陸軍が使用していた。 国産軍用トラックは、零下30度にも達する冬の朝は、オイルパンの下に、ンタ炭ンコンロを置き、キャブレターに白金回路をくくりつけて、エンジンの予熱を行う必要があった。一方で、同時期のフォードやシボレーのトラックは、そのような作業を行わなくても指導ができたとも言われる。このような背景もあり、第二次世界大戦中白金回路車は、戦闘機のエンジンの予熱機材、つまりは、 特大の白金回路の製造にも注力した。水冷エンジンの冷却水経路を電熱器で予熱するブロックヒーターがカナダで発明されるのは1940年、一般に市販されるようになるのは1949年になってからであり、このような電気製品の登場までは、カナダでは空冷の星型エンジンを極寒の環境で始動するためには、 着陸後に、毎度エンジンオイルを、ブローポットと呼ばれる、灯油コンロ付きのバケツに抜いて、エンジン始動前に加熱する必要があり、自動車でもオイルを抜いて夜間は、暖炉の効いた室内へ保管する、始動前には、暖炉の焼けた石炭をエンジンの下に敷く、インテークマニホールドに熱湯をかけるなどの作業が必須という状況で、極寒の地域ではどこもエンジンの、 霊感指導対策には苦慮していた中で、白金回路は、陶器装備の軍事品としての価値を認められていたので、ある。そのため物資統制下で、白金回路は、国民の健康維持に、不可欠な保険用品として当局より、製造継続を許可され、本体材質を、真鍮からステンレスに切り替え、配線直前の大阪大空襲による工場全焼まで製造された。 戦中の新中教室に伴う材質変更や90年以上の間基本構造がほぼ普遍で現在に至るなど、後に OEM 生産で提携する実報とも共通点が多い。戦後は1950年代より国外輸出も開始。1964年には第18回夏季オリンピック東京大会の聖火リレーにて、 成果のトーチの炎が消えた場合のバックアップとして特製の白金回路が用意されていた。なお、白金回路の原理を応用した製品は現在では火災放置機の動作確認用機材がある。2018年10月現在販売されている現行機種はピーコック、ピーコックジャイアント、ピーコックミニの3機種である。白金回路専用ベンジンその他、 眼病治療用の眼帯型回路、メロや白金回路コンパクト型も製造販売されていたが、詳細は不明。テレビ CM やラジオ CM、新聞や雑誌広告などの出演のほか、店頭販売用のカートンケースや取扱店に備え付けの使用方法に関するパンフレット、白金回路ポケットガイドの表紙を飾る役割を持っていた。 また CM キャラクターではないが、白金海路小春の CM では、常田不二がナレーターとして出演している。ありがとうございます。